天才だ俺。やばこれ、マジやってること陰キャすぎだろこれ。これやばいなマジで。いやここじゃないんだよねポジション。でもこれね、他のチームはここ結構いたかもしれない。バカイはでもここなんだよな、ここマジで強いんだよな、このポジション。カニも一番通りやすくて抜けも見れるから強いんだけど。いやこれボム飛散強いな。いやこれボム飛散でいいな俺。これ正解かもしれん、これマジで。こっから前出ることなくて良さそうなんだよな。結局上から垂れ流しゲーミングだから、ここら辺濡れるしかいる。ここをキープして前出てきつそうだったらカニ吐いて追い出して、牽制しながら高台に塗り跡残せるから。これでいいや。ちょっとこれぐらいの距離のね、食い棒が難しくなるのが、ボム火過剰に積むと弱点なんだよな。こっからあそこまで届くでしょ？いや、これ強いよ、どう考えても。これでいいや、俺。あ、俺は、ありがたいですね。ね。ここ僕、ギア考えてきたんですよ。任してください、ここは。まあ、見てからのお楽しみですよ。俺知ってんだよなそれ、配信見ちゃったから。確かに。そういえば。ダイナモンが嬉しがってるってことは ?3.0? 嬉しがってた俺。いやだってもう、笑みがこぼれてた今。普段コメントしに来ないのに 3.0 の時だけコメントしに来たからな。やっぱ 3.0 なんだ。いやこれね、ボム飛散強いんですよ、ここ。マジでやばい。マジか。全ダイナモンギアンチの俺。いや、ボム飛散は違うよ。安全靴さんとはレベルが違う、さすがに。レベチ。レベチ。ああ生きてる。天才だ俺。
やべえ、もう完全にシミュレーション通り、本当に。俺がもう妄想してきた動きすべて噛み合ってた。やばっててよ。クイボ100個は投げたぞ、この試合。これずっと炭酸投げてた、この試合。これガチで、自宅最後塗り返ししか考えてなかった。その自宅塗り返し相手にもいたんですよ。そこにクイボが刺さるというね。え、クイ直2発？いや、クイ直、あ、じゃあクイ爆とカニで殺した、翔さん。あっつ。翔さん、ブチギレだ。うん。いや、これ炭酸ポームあんのよ。マジで便利だわ。マジか、え？あ、マジか。ヒラメ、この最初のジャンプ滑るのやめてほしいよ。すごい座れないっすよね。なんか選択しても下になることある。エナドリ最強です。結論出た。顔さそうだったね。そしてな感じで2発当てられてた今。マジでエナジースタンドの音が本当にナイスだなと思ったんだけど。いや、わかる。俺なんかめっちゃナイスの人だよ。高い音聞こえたら多分エナスタナイスだと思ってんだから。おい、切れてんじゃん、効果。来た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 。これ弱いっすね。毎日聞いてる。1キルした後に突っ込んで消えるのやめてほしい。隊長のためスペック入れるわ。いやでもラスパの方が強そうなんだよ普通に。でこのスパダンの枠なくてもいい気がしてるから。ああ、まあまあまあね。カメバスペックをつけたんだけど、うわ、もうなんでマジで段差すら登れない。強いなあの炭酸。あの炭酸でしょ。ねえ、偉すぎないこれ。3個投げてる後見える。マジでやばい。2個とメイン1個やね。ああ、なるほど、強い。なんか洗濯機のさ着弾点の塗り微妙にでかくない？でかい。